愛埼玉栄高校の皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズでした。シャーということで、実はですね、先ほど、1時間ぐらい収録しておりまして、こちらのゲーム、全くクリアできず、すべてボツに出しました。全く面白くないゴミ動画出来上がって、悔しくて悔しくて、さっきずっと練習してて、今6時15分、こっから急いでクリアをして、10時に動画アップしないで、超過密スケジュール、その中でハラハラドキドキしながらこいつをクリアしていく第5夜、集中していきたいと思うってことです。スタート。絶対クリアする。ここまず我慢。はい、もういないね。もう極めたんで僕。極めちゃったんで、まずこのように扉を閉めながら確認していくと、随時このように扉を閉めてカメラ見て開ける、これを繰り返します。で、相手は容赦なく攻めてくるんで、ちょっと今下手くそだな俺。こんな感じで、カメラを見るときは必ず扉を閉めるってことを心がけなきゃいけない。これで OK。 今トントントンって駆け足が聞こえたと思うんですけど、その時に閉める。あ、終わった。死んだ。死にました。すいません、いきなり出しゃばって死にました。画面見ずに今からバーって出てきます。3、2、1、ドーンってきますから、今から来ますよ。大丈夫、皆さん心の準備、俺もう来るから、もう来るんだよ早く。あ、俺一回カメラ見た方がいいんだ。これで、ね、これ戻ったらバーってきます。ほら、えぐいっしょ。さあ、クソギツで顔出しました。危ねえ。こいつ長いんだよ、いっつも。長い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 よ。はい、オッケー。オッケー、やばい、電力マジ食われたこれ。来すぎなお前マジで。いやー、あいつ来すぎだわ。ちょっとこうなるともう無理なんだよ。無理って貸すんだよね。こうなってきちゃうともう無理ゲーになるんだよ。だから無理ゲーだから、あいつずっといたら無理だろ普通に。ずっといたら無理だから。もう一回やるわ、時間なマジで。最初は電力節約で。はい、もういないね。すぐ来るからね。さあ集中していこう。もうね、面白さとかいらないから、クリアするから。とにかくこの作業を繰り返して
クリアする。今とにかく無駄を極力少なく、今来たね、トントントンって。でも閉めたから大丈夫。さあ、オッケーオッケーオッケー、今んとこいい感じ。来すぎな、もうこうなってくるともう無理なんだよね。で、こいつもずっといるでしょ。で、こいつもずっといるでしょ。もう無理じゃん、こんなんもう。よしよしよし。さあ、見張れてはいる。いい感じ見張れてはいるんだよね。さあ、今の形は良かったと思うよ。いい感じ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 。クリアしたい。さあさあさあ、来ないね、なかなか。俺の見張りは完璧だわ、今。隙がないよ。大丈夫。ブロックした、今。オッケー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 。いい感じだよ。また来た、この長いやつ。早く行ってくれ、頼むから。長いんだよお前。よし、なくなった。いやー、今のマジ電力食われたわ。耐えよう、ここは耐えしのぐ。耐えしのぎたいところ。ブロックしてるよ。大丈夫なはず。いや、あいつにだいぶ食われたな。
なんかどんどんしてたな今。どんどんってなんだ。てかなかなか4時になんねえなおい。クソギツで来てんだ。それやばい。今のは完璧な閉じだった。さあ 28%。 閉じてるよ。閉じてるから大丈夫。今すぐ開ける。オッケー。よしよしよし、オッケーオッケー、いけるんじゃない。我慢、ここ我慢。また出てきやがったな。いやー我慢したい。5時になった。最後ラストスパート、ここいける。閉じた、オッケー。いけるぞ、いける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 。あぶねえ。あとはこいつがいなくなるまで待つ。よしよし、 9% 頼む。それはマジ鬼。あと 8% クリアしたい。閉じてるよ。あと 6%いける。いけるっしょこれ。さあもう放置します。頼む頼むから行ってくれ。よっしゃークリアー。すごくない。よし来た、これや実力。よっしゃークリア。しかも電気消えずにクリアっていうね、完封勝利第5弾ザバービロ。はい、全クリ。え、第6弾だけど本日のデスターを引いていきたいと思います。はい、本日のデスターはダガ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 ドーン、455番。はい、455番。さっさと出てこい。はい、やった。455番、藤岡工業高校1年2組。はい、おめでとうございます。藤岡工業高校1年2組。はい、次回呼ばさせていただくんで、どうぞお見逃しないようよろしくお願いいたします。次回はね、裏ステージ第6夜挑戦していきたいと思うので、お見逃しないようよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ブワー。